ラッシュチャンネルです。久しぶりだな。元気？おはようございます。はい、おはようございます。今日、いや、なんでとりあえず香川に仕事？はい、出張でたまたま香川にいて、で、出張がちょっと伸びて昨日までに、なのでついでに出ようかな。なるほど、はい、レフトだけだな。はい、レフトだけ無差別。はい、わあ、楽しみです。はい、あ、大きいのも一緒にマリウスっていうのもいたし、やばいですね。楽しみだわ。まあ楽しみます。でもまあ、あの大阪の時のパフォーマンス出せたらいけるんじゃん。ただまあ、あそこな、病気だったしな、ちょっとまあ、はい、無理のない程度に今日は、はい、楽しみます。あ、あのできるだけでもね、幸せだもんな。はい、はい、恥ずかしいYouTube デビューですよ、はい、ラッシュチャンネルです。はい、よ、頑張って、はい、応援してます。おい、ラッシュチャンネルだよ。おう、ヘロマリウス、久しぶり。はい、久しぶりです、ね。はい、今日はレフトハンド、レフトハンドです。無差別級。はい、そうです、ね。強敵はいますか、ライバル？まあ、いけると。いける、頑張ります、ね。ちょっとかっこいいとこ見せてもらわないとね。いつも左が自信がありますからね。そうだね、怪我もないし、うんうん。まあ問題はスタートですね。スタートが瞬発、あの、うん、ないです、それだけ。今体重何キロ？90。おー、はい、いいね。さすがグッドコンディション、うんうん、ね、そうですね。いつも NL のね、もう、あー、全部うちの。さすが、今日優勝できますよ。頑張ります。あの、応援してます。めちゃくちゃ応援してます。はい、はい、頑張ります。頑張って。はい、ありがとうございます。よし、頑張るわ。なあ、いけるよ今日多分、うん。マリウス言うから、おお、久しぶり。ちょっと NNL ゲームスの選手じゃないですか。おい、久しぶりだな。元気？はい、元気です。お、今日は70以下？いや、ヘビーは。おっと、左右両方？右は団体戦で、おうおうおう、左、左、はい、当たるね。多分入りそう。どうも。体重は71だったんですけど。マジで。ちょっともう楽しみです。はい、あ、レベル高えなこれ今日。ラッシュチャンネルです。どうも。どうも。あ、ラッシュチャンネル。今日はおじさんは？運営の方で。運営で、審判で。はい。フェアなレフリーお願いしますよ。もうダメよ、フェアなやつでお願いします。あ、そしてドン、久しぶりです。久しぶりです、チャンピオン。2021年の全日本チャンピオンね。95キロ級のチャンピオン、岩崎健信。もう私がやったあの NNL ゲームスか、2人とも常連で。常連じゃねえよな、あの時初めて。初めてですね。そうだな、はい。もうな、ちょっと今年全日本は来週ですよ、2人とも。来週は僕105に行きます、ね。105、はい、一階級上げる。はい、宮崎さんは95で。落とした。もうこんなん出るんで。いや、ちょっとね、レジェンド2人が全日本、やっぱあの知ってる人がね出るのすごい、なんか俺も嬉しいんで、活躍するのを楽しみにしてます。もう最低でも金で。今日健信は出るの試合？いや、出ません。応援で。応援、はい、本当。オッケー、ありがとう。ザクさん、じゃあ今日運営頑張ってください。試合出ないですよね、まさか。はい、じゃあどうもありがとうございます。俺も今日付き添いです。はい、ナイス。今日女子注目してください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。今ちょっとさっきとインタビューしようかな。さっきと久しぶりなあ。いやいや、さっきとが一番最初来たのいつだっけな。あれもう5年くらい、まあ、だ、いや、中学生じゃなかった？高校生になってた？中3か。そうだよな、5年、6年なあ。これでさ、あの時ベンチプレスのチャンピオンに勝ったんだよ。そうです、伊藤さんに勝ったんや、確か決勝戦で。
一般の方と、そう、ほんで高校生の分もその時出させていただいて、あ、中、あの時中学やった、中3か高1か、高1やな、もう初めてのアームの大会、おお、そうそうそう、その咲人が高校生になって高校生大会出てチャンピオンになって1年目からチャンピオンになったから、そうで、いや高3で最後、うん、ラストやけん出て、うん、2階級取ったチャンピオンになって、うん、で次の年は出んで、その次の年と今年で、うん、ジュニア2階級制覇、おい、じゃあもう学生高校生大会全部もう取ったって感じだな、そう、2階級って何、何キロ、70と無差別、お無差別もすごいな、おい、そして今年初めての全日本、初めてかな、初めて、おー、ジャワの方の、そうかそうか、ちょっとなのに今日出るとい う来週全然、ああまあ今日はあの本当無理しないように、そうね、あの怪我しちゃダメ、来週が本番だから、今日もまあ見せてくれると思うけど、まああのアクシデントだけ気をつけて、いやー嬉しいです、はいよ、どうも頑張って、はい、ラッシュチャンネルです、ジョージさん、今日見学ですよね、そうです、ですよね、だってこれチャンピオンになった人は出れないですから、チャンピオンになってませんっていうことだけ、出るのどうしようかな出るでしょちょっと今日は本当ね、かっこいいとこ見せてよ、はい、久しぶりに見せて、前見たもんな、でもあの松尾くん倒したやつ、あ、宮本さんの応援があったからやっぱり、まああの時やな、あ、じゃ宮本さんにもらったシャツを忘れず今日着ない、じゃあダメだ、あいが負けるもんね、今日勝てね、あのシャツ着ないと、あの時はあれがあったから勝ってたんだから、はい、もうちょい大きいサイズください分かったオッケー、じゃあ頑張って、はい、期待してます、はい。